吉田さん、久しぶりに元のカメラで撮影してます。これがね、今回買った10万円の高性能カメラ、最新型でございます。ソニーのね、とってもいいやつ、Vlog 専用です。で、今まで使っていたカメラがこちらの S6900 ですね。これ見た目はほとんど変わらない。こっちがちょっと重くてね、しっかりしてるんですよ。で、こちらは、簡単な方ですね。これだから1万円前後で買えるんですよ、今なら。こっちは10万円です。で、新しいカメラで撮ってみると、吉田さんが言われるようにね、らしくないというところがありますよね。で、私はね、その、らしいらしくない以上に、ものすごくね、不自由を感じているところがあります。この最新型のカメラのせいで。それはね、画質が良すぎてデータが重いんで、アップロードになんか数倍時間がかかってるんですよ。こっちはね、すぐなんですけども、こっちは本当どんな動画でも、30分ぐらいの動画でも5分10分で上がるんですけども、こちらの方はね、5分10分の動画が30分40分かかるんですよ。この不自由さは何なんですかね。だからね、良くなったから悪くなるってことがあるんですよね。で、こちらのカメラで私がずっと不満だったのは画質ではなくて音声なんですよ。なんせね、中古の S6900 を何台も買ってきたんで、結構マイクが壊れていたりね、録音の、内部機器がちょっと破損していたりっていうんですか、ちょっと本調子じゃないんで、どうしてもね、ノイズが入るんですよ。この音、ノイズ入ってません。入ってないかもしれません。このカメラだからね、私合計で3台4台持ってるんですよ。で、壊してもいいようにです。トーンと落として壊したこともあるんですよ。でも、落として壊しても同じカメラ何台もあるから、使えるところは利用できるじゃないですか。で、4台買っても5万円いかないんですよ。すごく便利だなと思います。仮にこれね、なくしてもどっかで痛くも痒くもないんですよね。でも、こちらのカメラはなくすと痛いし痒いです。ですんで、気軽に外に持って歩けないんですよね。プラス、画像はいいんですよ。画像はいいんですけども、いいからって言っていいことばっかりじゃないんですよ。もう、物がいいから結構悪いんですよね。私には合ってないです、これ。使ってみた結果。いろんな YouTuber さんが、このカメラいいよって言ってますけども、それはね、有名な YouTuber さんだからそう言うでしょう。編集のスタッフもいるでしょう。でも私ね、一人なんでね。これがあることによって、ものすごく作業効率落ちました。だからこれ、全然ダメですよ。私に言わせれば。もう本当にね、役に立たない、これは。全然ダメです。たまに使いますけどね、ホワイトも。あ、いいところがあった。これはね、1時間撮りっぱなしができるぐらいバッテリーがタフです。こっちはせいぜい10分ぐらい撮ったら、もうバッテリー加熱して、もう撮影がね、動画撮影できないんで、本当デジカメだなと思いますよね。静止画撮るのに向いてます。こっちは動画撮るのに向いてます。機能としては上なんですけども、じゃあ私の力量に合ってるかどうかって話です。というところでね、前置きをかなり長く撮りましたけども、大事なのは自分が扱えるかどうかなんですよ。まだね、例えば路上教習が終わったばかりで、これから免許を取ってね、さあこれから自分一人で運転するぞって方の最初の車はポンコツの中古車か軽自動車、このぐらいからスタートするのが私はとってもいいと思うんですけども、最初に乗った車がベンツとかね、フェラーリとかだったらどうしますかということなんですよね。事故るんじゃないかなと思います。私、最近、1年ぐらい前にトランザム乗りましたけども、ずっと今まで車を乗っていた経験の上に、旧車であり、アメ車であり、改造車であるトランザムだと、まだね、覚悟もできるし、金銭的なバランスも取れると思うんですけども、最初にあれだとね、困りますよね。乗るたんびに、エンジンが加熱したりね、エンジン止めなくちゃいけない、ラジエーターがボコボコね、温まったりとかって結構あるんですよ。で、調子が悪くなった時にどこが故障したのかっていう当たりもつかないんですよね。だから、やっぱり少なくともね、車を何台か経験して、車を何台か潰していると、どういうところから行かれてくるのかとか、普段どういうメンテナンスをすればいいとかって、だから分かってくる上で、ちょっと難しい車ってなると、車の構造自体はそんな変わったもんではないですから、なんとなく当たりがつくんですよね。そういうことがあって、大事なのは自分が扱えるものを使っているかってことなんですよ。自分が扱える人と付き合っているか、自分が扱える金額なのか、自分が扱える借金なのか、自分が扱えるような、そんなね、取引先なのか、いろいろと言い方あると思いますけども、恋人とか家族もそうですよね。自分と合わない恋人、自分と合わない家族ってものを作っちゃうと、ものすごくそのね、家族に駆逐されることがあります。自分の恋人、高嶺の花を掴んだ結果、ものすごく疲れちゃうと。本来恋人ってのは自分をね、癒してくれるはず、お互いに支え合うものなのに、なんか一方的に支えるだけとかね、一方的に疲弊させられるとかね、そういうことになったら本末転倒なわけなんですよ。さあ、それでね、今日の本題、そしてまとめに入りますけども、
ビジネスですよ。私は力がない時っていうのは扱えるものだけでやってました。まさに手持ちのカードですよね。スマホを使って、そして、編集も、ほとんどしないと。その素人感が本当にいいわけなんですよ。でどん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 ね、スキルが上がっていって編集テクニックがつくようになりました。もういろんな無数のね、編集動画を作ってきてプロモーションに生かしてきました。でも蓋を開けてみると、確かにね、私は3時間で100万円の商品を6個売ったっていう記録があります。3時間で600万です。でもそれに費やした労力、編集技術、それはね、本当にその600万に値したのだろうかって今思いますよね。で去年の1月1日だったかな、私1ヶ月で1億2000万売ってるんですよ、そう、2018年だったかな、正月1月1日にですよ。まあそれはすでに吉谷さんにも報告しましたけども、1日でその売り上げを作った、その元は何かっていうと、素人動画のね、積み重ねなんですよ。素人動画の積み重ねの上に信用ってものがね、やっぱついて、そこに私はその時ずっと発信していた暗号通貨ってものがブームに後から乗ってきたんですよね。ですごくタイミングが良かったんですよ。でここにテクノロジーは別に入ってないんですよ。こんなね、高級カメラも持ってませんし、何かを編集した覚えもないですし、セミナーもしてませんでした。その中で部屋の中からね、この部屋からですよ、この部屋からポツ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 と撮っていた暗号通貨についての情報が、多くの方のね、気に留まって、そしてそれが速稼塾っていうものの販売につながったのかなと思うんですよ。本当に当時からね、私隠居してからすぐなんですけども、この風景のまんまですからね。で他の動画っていうのはいろいろとカッコつけたりとかして、編集したりとかして、本当に話しやすい、分かりやすいマイク別撮りみたいなことやってましたけども、私につきましてはここでぼーっと話してるだけですよね。中年の人がなんか田舎でぼーっと話してる方が売り上げが続いて、で、未だにやっているというね。当時本当にかっこいい動画を作った方とか、当時有名だと言われた方は今いなくなって無名になりました。何なんでしょうかこれはっていうことなんですよ。さあそれでね、結論なんですけども、いつも手持ちのカードを使っていると疲れることがなくて続けられるんですよ。でも自分の力量に合わないものっていうのはどこかで不具合が出てきます。ついに私はこのカメラね、自分が動画アップロードするときに一番邪魔になってストレスになってるのはこのカメラだっていうことを認めざるを得なくなりました。使い始めてまだ1ヶ月も経ってませんね。でもこのカメラはとってもいいカメラなんで、他に使う用途をね、やっぱり十分探せると思いますんで、これからも大事にしていこうと思います。ただね、普段の撮影はこのカメラがいいですよ。やっぱり使い慣れていてね、ずっと長い間でこれ、ここにもカメラあるんですよ、撮影今してるカメラで。同じカメラがここにあるでしょ。だから SD カードとかバッテリーとかものすごくいいですよね、これ。で撮影した後バッテリー入れ替えて、冷えたバッテリーでまたね、フル充電のバッテリーで撮影すればいいんで、ものすごくペースが速いんですよ。場合によっては2箇所撮影とかしてダブルでね、アップロードすることもできますんでね、だからやっぱり自分の扱えるフィールドで、自分の扱えるテクノロジーで、自分の扱えるような情報を扱っていけば十分なのかなと。まさに手持ちのカードだけで勝負すればよくって、新しいカード、確かにこれはね、エースかもしれませんよ。エースね、トランプのエースです。これ結論としてね、今回のまとめでいい例を出します。これはトランプのエースです。でも私が持ってる他のカードは3なんですよ。3のカードを3枚持ってるんですよ、ね、2とか3のカードで私は3カードなんですけども、そこにエースが来たところで役をなさないんですよね。だから持ってくるんだったら2とか3のカードで4カードを作るようなカードでいいわけなんですよ。っていうのはどうでしょうかね。はい、ではね、吉谷さん、いやー面白いですね、なかなかね、なんかね、吉谷さん、こう吉谷さんにちょっとね、面白いエピソードをちょっとお伝えしたいんですけども、私町内会長やってるのはご存知だと思いますけども、私のところにねクレームが来たんですよ。それは私の管理している公園で除草剤を撒いてるだろうっていうふうなクレームなんですよね。除草剤撒いてるかもしれないなと私は思ったんですけども、そこでね、なんで除草剤撒いてると思ったんですかって聞いたら、なんかね、草がね枯れているんだと、で匂いを嗅いだら臭いんだって言うんですよ。それで除草剤撒いたことになるんですか、除草剤撒いたの見たんですかって言ったら、見てないけどもなんとなくそう思うじゃないっていうわけなんですよ。いや思いません草が枯れていたら別に誰かがその草を買ったのかね、草が枯れているって草ぐらい枯れますよ、生き物なんだから。だからそれが全てね、軒並み草が枯れていたらで匂いがしたら除草剤なのかってことを私は結びつけることができないなっていうことですよね。でもう一つ、そもそも除草剤撒くのは禁止なんですかこの町はって聞いたんですよ。そしたら、いや禁止されてないかもしれないみたいなね。いやあなたが個人的に除草剤が嫌いなのは分かるし、除草剤がね有害だって思うのは分かるんですけども、でもそれだったら販売店に行ってくださいって話になるんですよね。
あの除草剤売ってる店ってのは非合法なんですかとかね、それによってどういうふうな、ね、被害をこの町にもたらしたんですかってこととか、どんな懸念があるんでしょうかってことなんですけども、その辺はね結構曖昧なんですよ。で、あのその方が言うには、除草剤をまいたのを知らずに子供がそこに触って、その手でね、手を洗わずにものを食べたら有害でしょって言うんですけど、そんなシチュエーション来るかって話ですよね。で、少なくとも除草剤をまいた方は、除草剤まいてるんでしばらく近づかないでくださいよっていう看板を出すと思うし、出してたそうなんですよ。じゃあ安全管理きっちりしてるじゃないですかって、いけないんですかねみたいなことをね話しちゃうと、その方ちょっとシュンと黙ってしまったというね。私ちょっと言い過ぎたんでしょうかやっぱ良くないですね、その町内会のいわゆる空気を読むってことをやらないとね。あ、この方は除草剤がちょっとね不安なんだな、嫌いなんだな、だったら、いやー除草剤怖いですね、やっぱり使わないように私の方からも目を光らしておきますって言ったらね、5秒で終わったんでしょうねきっとね。何なんでしょうかねこれはね。ということで、いってらっしゃい。